お疲れ様です。毎日暑い日が続く中、今日の学習会に大勢の方参加いただきましてありがとうございます。被爆から71周年ということでありますけど、福島の第一原発の事故から、6年目を迎えているわけであります。原水金とし地区原水金としては、この間この広島じゃなくて福島の被爆者とか、また避難されている方の支援ということをこの間取り組んできました。子ども留学基金の取り組みだとか、東部で来たわけでありますけど、あとは福島の方に行って現地で活動している、地元の取り組んでいる方々との交流事業などもやっています。この間、3回毎年行ってきまして、今年は第4次ということで、福島現地交流ツアーということで11月の12日から13日にかけて、また福島の方に行って、現地で本当に被爆に対してやっぱ取り組んでいる仲間子どものこととか、または除染作業、また福島第一原発のそういう原発事故の対策の工事をやっている仲間とかね、そういう人たちと交流してきております。で、今日はあと先生の方からも話があるかもしれない、あると思いますけれど、私たちはともするとこの原発事故が福島だけみたいな感じで、捉えてきておりましたけど、最近の技術の中では除染した土をですね、処理をして、もう全国のその盛り土の土として使うというような動きがあるようです。本当にその放射能の怖さっていうのは、色もないし匂いもない、本当に見た目わかんない、ただ確実にその放射線の影響があるというそういう状況があるわけですけど、そういう中でやはり今福島の状況もそうですけど、その原発事故のその放射線のことについて、なんかあんまり見せないというような動きがあると思います。そういった中で私たちはちゃんとそういうのも見ながらですね、本当に放射線とかね、原発に対してやはり反対する取り組みをちゃんとやっていくことが大事かなと思います。そんなことで今日は信州大学の内野先生に講師として来てもらいまして、お互いにそこら辺の認識を深めながら今後の取り組みを強めていったらという形で思います。以上申し上げて簡単ですけど、代表して挨拶をいたします。本日は大変お疲れ様です。